こんにちは。リモートワーク研究所池友です。本日は日本一わかりやすくパワーポイント、パワポですね、の使い方をご紹介できればと思います。こんな方いらっしゃるんではないでしょうか。パワーポイントを使う必要があると、ただよくわからないと。パワーポイントすでに使っているけれども、いまいち使いこなせておらず、文字を変えたりとか非常に簡単な編集しかできていない、こんな方多いですよね。ご安心ください。パワーポイント活用歴15年以上の私が、このパワーポイントの使い方や知るべき活用方法をしっかりお伝えできればと思います。私、前職というか、もともとコンサルの会社に入りまして、日々クライアント向けの資料を作っておりましたので、本当一時期は毎週パワーポイント資料を100枚、200枚平気で作っていました。そんな経験から今日のお話ができればなと思っていまして、この動画を見ることによって、パワーポイントの使い方がしっかりとわかると思います。また、パワーポイントを活用した仕事生産性がアップすることにより、リモートワークであったり、そうでなかったとしても、楽しく働くことができるようになるということになるかなと思うので、ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。本日の内容ですが、このような流れで話していきたいなと思います。まず1番ですね。パワーポイント全体の見た目であったりとか、構成、ファイルを開くのをどうすればいいのか、超基本的な話をします。次で2番目。この右側の図で言うと、スライド構成のところですね。パワーポイントはスライドをたくさん組み合わせて、ページを作って、資料を作っていくわけなんですけれども、この構成の部分をどんな風にやっていくのか、このポイントをお伝えします。続いて、一つ一つのスライドの中身に入りまして、3はテキスト、4は図形、5は画像ですね。で、6番で、このテキストや図形や画像をどのように組み合わせていったり、整理していくのか、こういう話を3、4、5、6としていければなと思います。7番は、ちょっと難しいというか、あんまり正直意識しなくてもいいんですけど、スライドマスターというですね、パワーポイントのスライドの元になっている、ひな型、テンプレートですね。これってどういう機能で、どんな風になっているのかを簡単にご紹介します。で、最後、パワポといえば、やっぱりプレゼンテーションで使うと。オンラインだったら、ズームと組み合わせて使うとか、そういうことになるかなと思うんですけれども、このプレゼンテーションモードに関して、簡単にご紹介できればなと思っています。このチャンネル、リモートワーク研究所では、リモート時代に欠かせない様々なツール、その使い方、ノウハウを分かりやすくご紹介しております。例えば、最近ですと、パワポに近い Google スライドの使い方や、Google スプレッドシートの使い方、Gmail でどんな風にメールを整理するのか、はたまたデザイン初心者でもかっこいい画像やチラシグラフをどんな風に作るのか、こんな感じでもう100本ぐらい動画を上げておりますので、ぜひチャンネル見てもらっていいなと思った動画があったら使っていただいて、もしよければチャンネル登録もお願いできればなと思います。それではまずは超基本編で、パワーポイントってどんな構成になってて、ファイル開いたりとか作るのはどうしたらいいのか、こんな話を簡単にできればと思います。で、まず、パワーポイントの立ち上げですね。新しいファイルを作ったり、作ったファイルを開いたり、最近作ったファイルを出す。こんな感じの超基本操作をやってみたいと思います。それでは、パワーポイント開いていきます。まずはですね、Windows キーを押して、もしくはここでもいいですね。これを押して、パワーポイントと検索すると、インストールされている方は出てくると思います。クリックして開いていきます。クリックすると、このような画像が出てくると思います。で、新規作成というのは、この新しいプレゼンテーションですね。を押すと新規作成ができます。押してみましょう。すると、このようにまっさらなですね、デザインも何もないパワーポイントが始まります。これ入力してテストとか表紙を作ったり、後から触れますけれども、エンターキーや右クリック、新しいスライドで新しいものを追加していけるということができます。ファイルの保存はですね、ファイルに行って名前をつけて保存。で、この参照という部分ですね、これを押すと、どこに保存するか選ぶことができるので、今回はデスクトップにテストとして保存したいと思います。一度閉じます。保存したパワーポイントファイルは、このように名前 .pptx。この pptx というのは、拡張子と言いまして、環境によっては出てない方もいるかなと思うんですけれども、テスト、または拡張子付きでテスト .pptx というのができていると思うので、ダブルクリックすると、パワーポイントを起動して、先ほどの編集状態から続けていくことができます。また、パワーポイントを起動しまして、最近使ったファイルと下のところを見てみると、最近使ったですね、ファイルが出てきますので、これをクリックすることでもファイルにたどり着くことができます。続いて、パワーポイントの画面構成ですね。パワポは大きく5つの要素で構成されています。1つ目が、この上の部分ですね。
ファイルを開いたりする部分になりまして、保存とかを司っている部分、その下ちょっと大きめな枠でいろんなアイコンが並んでいる部分をリボンと言いまして、後ほど実際に操作をご紹介しますけれども、いろんな機能が詰まっている重要なパートになります。続いて真ん中に行きまして、左側がスライド一覧、その右側に大きく出ているのがスライド詳細ですね。この一覧から編集するスライドを選んだり、スライドを追加したりして右側の中身を変えていくというのが基本的な操作になります。で、最後5番のステータスで、ここでは表示モードを変えたりですとか、ズームインアウト、資料を大きく表示したりちっちゃく表示する、こういったところをいじることができる便利な部分が一番下にあるステータス部分になっています。さて、特に重要なところ、まずはリボンですね。リボンの操作というところで、この上側の長い部分がリボンという機能になるんですけれども、このリボンはまあいろんなものを切り替えていって、必要に応じて使いたい機能を使っていくというもので、ちょっとこう幅を取るので、もちろん消すこともできたりします。また表示をショートカットでいじったりとか、もしくはキーボードで操作をするみたいなちょっと難しいこともできたりするので、画面見ながら簡単にご紹介できればなと思います。それではリボンですね。まずリボンというのはこの上の部分になりまして、この挿入とか描画とか、ここ、まあ、このタブを切り替えていくことによって中に出てくる機能がどんどん変わっていき、必要な機能を選んで操作をしていくというものになります。ホームの中に特に普段一番使うものが入っているので、このホームというタブを使うケースが多くなるんじゃないかなと思います。で、このリボンなんですが、画面がでかい場合はそんなに気にならないんですけれども、結構縦幅を取るので邪魔だったりするんですよね。そんな時にこのリボンの表示方法を選べるのが、この一番右側にある部分ですね。このリボンの表示オプションというものになりまして、ここをクリックするといくつか選びます。まずはタブのみ、この上のタブだけが表示されまして、クリックすると出てくると。で、マウスを別に押すと消える。これによって、まあ、見たいとき、使いたいときには機能を選ぶこともできますし、使ってないときには出さないということができます。さらにちょっと別のモードで全画面表示するとタブが完全に消えて、もう完全に編集スライド一覧とスライド詳細メインとした画面にすることもできます。この上の3点リーダーを押して、右下の表示オプションで常にリボンを表示すると押すと画面を戻すことができます。まあ、自分の画面サイズや今の作業状況に応じてこれを切り替えて使っていくということになります。で、リボンの表示非表示は実際操作をしていると結構頻繁に変えたいことがありまして、細かい操作をしているときには上の機能があると便利なんですけれども、中身だけ見たり全体のメッセージ、テキストだけを見直しているときには正直邪魔なんですね。こんなときに有効なのがショートカットでして、コントロールキーと F1 ですね、コントロール F1 と押すと、このような形で切り替えることができます。もう一回やります。コントロール F1、このような感じでショートカットで切り替えることができるので、これを覚えておくと、あ、ちょっとリボン邪魔だな、リボン欲しいな、という時にこんな感じでスムーズに切り替えることができるので便利かなと思います。またもう一つ覚えておきたいショートカットがオルトキーですね。オルトキーはちょっと難しいキーなんですが、この ALT と書くキーボードの下側にあるものかなと思うんですけれども、このオルトキー、まあ、正式にはオルタナティブキーというんですけれども、オルトキーを押すと1回押すとですね、この上にこのようにアルファベットが出てきまして、キーボードで上のリボンとかこの画面を操作をすることができます。例えば N と押して、そうすると挿入というタブに移動します。さらに何を挿入するんですかというところで P と押すと画像が出てきます。さらにここで S と押すとストック画像が出てきまして、ここから画像を選んで挿入することによって、マウスを使わなくてもキーボードでオルトを押して挿入と押してP と押して S と押すと、ここまで来ることができると。で、これショートカットっていうのは非常に便利で覚えられたらいいんですけれども、やっぱり全部覚えるのは大変という中で、オルトを押して操作をするというのをやっていくと、このようにガイドが出るので、だんだん覚えていくことができて、慣れていけばより短い時間で操作をすることができる、まあ、という意味で非常に便利ですので、このオルタナティブキーを押してキーボードで操作をすることもできるよというところだけ覚えておいていただけるといいんじゃないかなと思います。ということで、リボン操作をぜひ覚えてもらえたと思います。ちなみにショートカットに関しては別の動画でパソコンショートカットの覚え方という動画を撮っておりますので、興味がありましたらぜひこちらもご覧いただければと思います。さて、パワポ全体としてもう一個しておきたいのは表示モードですね。
まあ、パワーポイントメインの画面は左側に一覧、右側にスライドの詳細が来るという構成になってるんですけれども、まあ、いろんな出し方がありまして、全体を見たりスライドをチェックするのに適した方法がありますので、これを実際画面を見ながらご紹介したいと思います。それでは画面表示ですね。画面表示はこの上の表示というタブを押しまして、ちょっと左側に表示方法が出てきます。標準というのが左側にスライドショーの一覧があり、右にスライド詳細があると。続いてアウトライン、これですね、ちょっとこれだと分かりづらいんですけれども、文章に書いてあるタイトルですとかこの部分だけを一覧で左側に出せるという機能になります。ちょっと別のパワーポイントなんですが、例えばこんな感じですね、資料の全体像を目次のようにチェックしたい場合にこのアウトライン表示をやると非常に便利になります。ちょっとこのスライドが分かりやすいんで、こっちでいくと、続いてスライド一覧ですね。これはこんな感じで、スライドの左側のリストを全画面に表示して、一覧ができるモードになります。右下のセルサバを使って、サイズを変えると、こんな感じで、一覧に出す量を増やすこともできるので、これで全体像を見ながら、まあ、どんな構成になっているかとか、まあ、特に気になるスライドがないかってことを見に行く、ということもできると便利かなと思います。続いて、ノート表示ですね。これノートというのは、実はこのスライドのですね、下側にノートというものがありまして、印刷したりは基本的にされないんですけれども、自分用のあるスライドのメモみたいな形でメモを残すことができます。ノート表示にすると、このメモをこんな感じで出してあげて、スライドとは別にメモが出てくる。こういうモードにすることができます。ちなみに標準でも、この下のバーをですね、こんな感じで下から上げてあげて、ドラッグ&ドロップしてやってあげると、メモを出したり、中に入力をすることもできます。このようなモードがあります。で、さらに閲覧表示。閲覧表示にすると、まあ、プレゼンテーションモードみたいな形で、このように、1ページ1ページ開きながら見ることもできます。で、この操作ですね。今この表示というタブでやったんですけれども、これ表示というタブだけではなくて、実はこの右下にあるここでですね、切り替えることができます。ここでですね、これ標準モードですね。スライド一覧。閲覧表示。まあ、スライドショーみたいなもの。で、スライドショー。まあ、スライドショーのプレゼンモードは別途ご紹介しますが、まあ、このような形で、この右下の部分で切り替えることもできるので、覚えておくといいかなと思います。続いて、パワポ全体から、今度はこの左側のスライド一覧ですね。スライドの全体像の部分をどのような形で使っていくのか。まあ、スライドを追加したり入れ替えたり。あとは各スライドにレイアウトやデザインという機能があるんですけれども、まあ、この機能をどのように使っていくかであったり、もしくはスライドのサイズ、まあ、A4 からこれを A3 に変えたりとか、16対9に変えたりとか、まあ、こういうことをどういうふうにするのか、こういう話ができればと思います。で、まずは非常に基本的な操作で、新しいスライドを追加したり、コピーしたり、入れ替えたり、削除したり、この操作をやっていきたいと思います。それでは、まあ、これ前回のスライドになるわけなんですけれども、これを使って確認していきたいと思います。まずはですね、新しいスライドの追加は、追加したいスライドの間にをクリックして、Enter を押すと追加することができます。右クリックで新しいスライドを追加することもできます。続けてコピーですね。例えば、このスライドをコピーしたい場合は、Ctrl-C でコピーします。で、行きたいところ、入れたいところにマウスを移動してクリックして、Ctrl-V。押すとコピー&ペーストでスライドをこんな感じで新しく追加していくことができます。続いて削除、まあ、非常に簡単でして、追加したものに関して選んでデリートキーですね、デリートキー、削除キー、もしくは右クリックしてスライドの削除というと削除することができます。ちなみにコントロール Z を押すと戻ることもできるので、まあ普段のワードであったりとかテキストを編集している時のように戻すことももちろんできます。で、結構よく使うのが、スライドの複製という機能でして、まあ、コピー&ペーストと一緒っちゃ一緒なんですけど、右クリックして、スライドを複製と押すと、同じスライドを作ることができるんですね。で、この同じスライドの中身を変えていくことによって、同じような見た目のスライドを、たくさん中身を変えて作っていくことができると。例えば、これなんかでも、複製して、タイトルを変えて、この右側の数字の部分だけを入れ替えていく。まあ、こんなことをすると、簡単に新しいスライドを作っていくことができると。この複製機能もよく使うので、これもぜひ覚えておきましょう。右クリックで複製。ちなみにショートカットは Ctrl-D でして、ダブルですね。ダブルの D で複製することができます。続いて、スライドに関して、レイアウトというのがありまして、
PowerPoint はスライドに対していろんなスライドのパターンをレイアウトとして持ってるんですね。中表紙のスライドであったりとか、あとは画像を貼ってるよくあるレイアウトだったりとか、このレイアウトを選び直すことによっていろんなスライドを簡単に作れるという機能になっているので、この機能をご紹介します。まあ、ちなみに僕自身も実はそうですし、他の資料見ててもそうなんですけど、まあ、レイアウトとは関係なくどんどんスライドを作って、似たレイアウトを作りたい場合にはレイアウト機能は使わずに複製して作ってしまっているケースも結構多いです。実は私自身もですね、これからレイアウト機能を紹介するんですけど、そんな使ってるかというと、まあ、正直あんまり使ってないというところがあるので、まあ、一応ご紹介します。それではレイアウト機能ですね、まあ、新しいスライドを追加しまして、このスライドではタイトルと文章の中身という構成要素になっているわけなんですけれども、これ右クリックしてレイアウトを通すと、こんな感じでいろんなパターンが出てくるんですね。タイトルスライドに行くと、まあ、一番上にあったものが真ん中に来て下に詳細になってくると。でこれタイトルとコンテンツがさっきのもので、こういう感じじゃなくて2つのコンテンツで、本来はレイアウトで2つのコンテンツ、そのタイトルとあとはテキストか何かグラフかを入力できる。まあ、この入力できる領域のことをプレイスホルダーと言いまして、このプレイスホルダーをクリックして簡単に変更することができる。まあ、こういうセットのことをレイアウトというふうに言うんですけれども、まあ、こんな感じで比較するものであったりとか、むしろ何もないものであったりとか、ちょっとタイトルの場所が違うみたいなレイアウトが用意されているので、まあ、最初のうちはこういうレイアウトを使って中身を変えていくということができると便利なんじゃないかなと思います。ただ、まあ、これですね、さっきちらっとご紹介したんですけど、正直使わなくてもですね、元のスライドがあってこっちをコピーして使うことによって似たようなことができてしまうと。実際にはレイアウトを使った方が、レイアウトのこの配置なんかを実は一括でスライドマスターという機能を使って変更することができるので、本当はちゃんとレイアウト作ってそこに乗っ取った方が明らかに効率はいいんですが、あんまりちゃんとそれをできてるスライドはそんなに見たことは正直ないですね。結構レイアウトはレイアウトで最初のやつを選びつつ、実際にはこれ複製して似たようなスライドはそれを元に作っていき、あんまり実際のレイアウト機能をちゃんと使ってるということはあんまりないかなと思うので、正直使わなくてもいいと思うんですが、これ知っておくと、なんでこのスライドだけ結構動き違うのかなみたいな時に、選ばれてるレイアウトが違うからというケースがあったりするので、知識としては知っておけるといいかなと思います。続けてデザインですね。まあ、スライドを一番最初に新規で作ると真っ白な非常に簡素なものになってしまうんですけれども、パワーポイントで作られてプレゼンされたり配布されている資料って結構バリエーションに富んでいて、見た目もかっこよかったり洗練されていたり、まああんまり洗練されてないのがたくさんあるんですけれども、っていうのはありますよね。これこういうのを使うときに非常に便利なのがデザインという機能でして、このデザインの中でテーマを選んだり色の配置を変えたりすることによっていろんなバリエーションを作ることができるので、この機能に関してご紹介します。それではデザインを見ていきましょう。リボンの上にあるデザインを押します。左側にあるのがテーマと呼ばれるもので、この右側のプルダウンを押すともっとたくさん出すことができるわけなんですけれども、これ見てもらって分かるように選ぶとスライドの下の雰囲気がガラッと変わりまして、まあ、こういったデザインのパターンをガラリと変えることができます。さっきご紹介したレイアウトもこのデザインパターンごとに最適化当然されていまして、雰囲気を一緒に変えることができるというものがこのデザインのテーマ機能になります。続いてバリエーションというのは、同じテーマの中でもちょっと色とかですね、雰囲気をさらにちょっと変えるみたいな色合いでして、配色をこんな感じで選ぶと色の組み合わせですね、まあ、これも適当というよりはこのマイクロソフトパワーポイントが選んだいい色のアセットパターンがを選ぶことができるので、自分で勝手に色を使うよりも綺麗な色合いで資料を作っていくことができるというものになります。まあ、この2つで標準的なテーマかバリエーションを使うだけでも、そこそこ綺麗なパワーポイントをテンプレートを選んで作ることができるというものになります。でこのテーマの中から選んでやるだけでも結構いろんなものがあるので、そこそこいいかなと思うんですが、個人的には多いのは、実際ブラウザでですね、いろんなところがパワーポイントのテンプレートを配布してくれているので、パワーポイントテンプレートと検索して、無料だったり有料で配布されているさまざまなパワーポイントのテンプレートから選ぶことの方が個人的には多いですね。同じものもマイクロソフトの場合にあると思いますし、それ以外にもですね、いろんなデザイン性の高いパワーポイントのテンプレートを無料で配布してくれているサイトがたくさんあるので、そこからピンとくるものを選んでそのパワーポイントを使って中身変えていくみたいなことをすることの方が正直多く、
こっちも知りつつ、似たような選択肢としてネットでパワーポイントテンプレートを選んでそれを使っていくというのもぜひ覚えておいていただけるといいかなと思います。で、このデザインのところであといくつか知っておきたいのは、まずスライドのサイズですね。スライドのサイズはこれ標準サイズ4対3と16対9、ちょっと横長という選択肢があるわけなんですけど、これで切り替えることができます。で、切り替えると当然画像とかもですね、横幅変わっちゃうんで画像が一緒に変わってしまいます。で、選びますね。新しいスライドに拡大縮小するときに最大化して伸ばすような選択肢になるのか、伸ばすような感じになるのか、サイズに合わせて縮小するのか、いずれにしても正直あんまり綺麗にはならずに、後で自分である程度調整をする必要が出てくるケースが多いので、スライドのサイズは横長にするのか、ちょっとこう四角くするのかというのは最初に選んでおくのが非常に重要です。またそれ以外にもですね、もっとこう A3 にしたりとか、画面サイズをまるっと変えることもやろうと思ったらできます。まあ、A4 以外を使うことはあんまりないかなと思うんですけれども、このような感じで変更しようと思ったらできるので、このスライドサイズのところでスライドの大元の横幅大きさを変えることができます。で、もう一個ですね、背景の初色設定という機能がありまして、背景の色を変えていくことができるので、これもご紹介します。分かりやすいように元のテンプレートに戻しますが、背景の初色設定でこれ右側見てください。今塗りつぶしが単色で白になってるわけなんですけど、色を選んで赤とかにするとこのように背景をこのスライドガラッと変えることができます。同じ色でもグラデーションにしてだんだんボケていくような感じを設定することもできますし、ちょっと別でテクスチャーとですね、パワーポイントが用意してくれているここから選んで切り替えていくこと、またこれの透明度を変えて雰囲気を変えることみたいなこともできます。さらにですね、画像を挿入することもできまして、画像を挿入でストック画像というのを選んできまして、例えばこの左上の写真を選ぶと、今選んだ画像をこのスライドの背景として設定することもできると。結構素敵なプレゼンテーションの中でこのような感じで画像がドンと背景にあって文字を入れていくみたいなものが出てくるケースって多いかなと思うんですけれども、この背景で画像スライドを選ぶことによって、これ後で触れる図形で画像を入れることもできるんですけれども、図形の上に文字を載せるとちょっと選択がめんどくさかったりとか、編集するのが大変だったり、画像のサイズがちょっと合わなかったりすることもあるわけなんですが、背景の初色設定で図を入れるとこんな感じで、もう要素とは別に背景に綺麗に使いたい画像を配置することができるので、こんなこともできるというのも覚えておけるといいかなと思います。続いてスライドの中身ですね。スライド詳細の中でまずはテキストの話をします。テキストを入力したり、見た目装飾を変えたり、箇条書きや揃え方、あとはテキストを検索したり、置換、特定の A という言葉を B に変えるみたいな方法をご紹介していきたいと思います。まずは非常に基本的なテキストを入力したり、テキストボックスを追加したりという操作をご紹介します。それでは操作をしていきます。まず基本的にレイアウトを選んだ時点で、いくつかこのプレイスホルダーという入力するエリアがあると思うので、ここでタイトルであったりとか、こんにちはあーとかって感じで文章入力はできると思います。ただスライドを作っていこうと思うと、結構ここで用意されたプレイスホルダーだけではなく、いろんなところに柔軟にテキストを置きたいということがほとんどです。その場合どこでやるかというと、ホームのこの図形描画と書いてある部分ですね、この一番左上にテキストボックスというのがありまして、横書き縦書きがありますので、これを選んでクリックしてテキストボックスを配置します。もう一回やります。テキスト選んで、テキスト置きたいところを選んで配置をしていくと、こんな感じでテキストボックスを追加することができます。ちなみにテキストボックス、これ選んだ上で点線の部分をクリックしながらこう動かすことによって、ドラッグ&ドロップで配置を変えることももちろんできます。こんな感じですね。配置を変えることもできます。またこの要素をコントロール C でコピーして、コントロール V で貼り付けとやると、テキストボックスをこんな感じでどんどん増やすこともできます。さらにこれちょっと覚えるのが難しいかもしれないですけども、移動するときに、普通に移動するとこの要素を移動になるんですけれども、コントロールを押しながら移動するとですね、元を残して新しい要素をコピーするという感じで、コントロールを押しながら要素を選んで、コントロールを押しながら移動とすると、まあ複製と似たような形で要素を増やしていくこともできます。こんな感じでいろんなところにテキスト要素を置いて資料を作っていくということが基本的な操作になります。
続けてテキストの装飾ですね、フォントを変えたり大きさを変えたり色を変えたり文字や下線にするといったテキストの部分の文字をどんな風に変えていくのかということをご紹介します。これではいろいろと変えていきたいと思います。まだこれタイトルを選んで今ユーゴシックという状態になってるんですけれども、この上のフォントというところでプルダウンを押してこのように選択肢を選ぶことによって、これどのフォントが出てくるかはインストールしているフォントで変わると思うんですけれども、まあ、いろんなフォントを選ぶことができます。例えばラノベポップというのを今変えました。下のテキストボックスを選んで今度はまた別のメイリオに変えて、下の部分はさらに変えて、例えばユーゴシックに変えると、まあこのような感じでフォントを変えることができます。続いて大きさですね。フォントの右側にあるこの数字が大きさになりまして、プルダウンで選ぶこともできますし、直接入力をしていくこともできます。100とかですね、12、32と。また大きさに関してちょっと微妙なテクニックなんですけれども、大きくしたい文字を選んだ上でコントロールと鍵括弧ですね、鍵括弧はこの部分ですね、鍵括弧の閉じの部分のものをコントロールと鍵括弧をこんな感じでだんだん文字サイズをでかくすることができまして、逆に鍵括弧のスタート部分、これとショートカットを一緒に押すとこんな感じで文字サイズをちょっとちっちゃくすることができます。資料を作っている際に微妙に文字数に合わせてフォントのサイズを調整する、改行にしないようにギリギリ大きくするみたいなことがよくあるんですね。その時に一個一個これを操作するよりはコントロールの鍵括弧閉じ、鍵括弧スタート、こんな感じでやっていくと便利なので、これもショートカットとして覚えておいていただけるといいんじゃないかなと思います。コントロールプラス鍵括弧の閉じ始まりですね。続けて色ですね。色に関しては例えばこんにちはを選択しまして、この A の下に赤い矢印が入っているところがあると思うんですが、ここで色をこんな感じで変えていくことができます。で、色はですね、これボックス全体を点線で選択して変えると選ばれているテキスト例の文字が全部変わりますし、一つの文字だけを選んで変えると一つの文字だけを変えることもできます。まあこのように文字単位でもいけるし、このテキストボックス単位、要素単位でもいけるというところで覚えておきましょう。一つの文章の中でも特定の箇所だけを色を変えることができます。同様にですね、太字や斜線といったこういった装飾に関してもテキストエリア全体を選んで、今点線にもともと点線になっているものを点線部分を選んで実線にして太字、下線と押すと選ばれている要素全体の文字に影響します。ところが一つだけの文字を選んでここで編集するとそこだけ変えることができるということで、テキスト全体にするのかテキストの特定のものにするかは今選択している範囲によって変わってくるよ、というところはぜひ覚えておいてください。さらにですね、フォントのいろんな詳細設定として、このフォントと書いてあるこの右側に何か飛び出してきそうな矢印があるんですけど、これを押すと結構いろんなフォントの調整のメニューが出てきます。取り消し線なんかもそうですし、上付きというのはですね、よくなんか右上にロゴのなんかコピーライトみたいな感じで入ってるものがあると思うんですけど、こんな感じで上につけることができる、この上付きですねみたいなことをここで設定することができたり、これですね、あとはこの詳細設定の中で文字同士の間隔ですねを詰めたりしてちっちゃくすることができたりみたいな、かなり詳細設定というところがここにあったりしますので、まあ、下に出てる部分もあるんですけれども、この部分により詳細なフォントの設定があるよというのを覚えておいてもらうと、やりたい時に出てくる可能性があるかなと思うので、ぜひ覚えておいていただければと思います。続いて箇条書きや文字の整列ですね。箇条書きモードにしたり、箇条書きの段階をですね、1段階、2段階、3段階というふうに変えたり、またテキストを真ん中揃えしたり左右揃えしたり、あとは行間や行の間の間隔をどれぐらい空けるのか、意外とこの辺を調整できると綺麗な資料になったりするので、この方法に関してご紹介します。それでは箇条書きなんかを見ていきたいと思います。まず箇条書きに関してはテキストを選ぶかテキストボックスを選ぶかをした上で、フォントの右にある段落というところの上にあるこれですね、箇条書きというのを押します。これもですね、フォント、文字を選んでいくと、その選んでいる文字の
ところの行頭だけになりますし、全体を選んで箇条書きを押すと全体に適用されるというものになります。で、箇条書きに関しては今これ中黒というか点なわけなんですけれども、箇条書きの右側にあるプルダウンを押してこのようにマークを変えていくことができます。でかい丸にしたりですね、あとはより細かく選びたい方は箇条書きに行った上でユーザー設定ですねというのをやると、ちょっとフォントで文字化けしたりする可能性があるんですけれども、もっと柔軟に行頭の記号を変えることもできますですね。で、箇条書き、結構その箇条書きで重要になってくるのはフォントとの間みたいなところになりまして、これをですね、上側のルーラーを使ってこんな感じでサイズを変えることができますので、ちょっと詰まりすぎてるなと思ったら上で調整をすることもできます。この部分ですね。また箇条書きに近いところで数値付きの箇条書きというところですね。箇条書きは単に上に同じ記号がついて順番は書いてないんですけれども、こちらを使うとこのように数字や記号ですね、さまざまなこのような順番がつく記号で箇条書きのようなものを作ることもできます。これをこちらで切り替えることによって変えていくことができます。プルダウンで定裁を選ぶという感じですね。続いて箇条書きでよく使うのは、これコンサルの資料なんかで多いんですけれども、でおはようというのは朝の話で、さらに英語で言うとグッドモーニングですよねみたいな、こんにちはというのは昼で、ハローかなみたいな、このような感じでこう段落を分けて、おはように関すること、こんにちはに関すること、目次1、目次2、目次3みたいなレベルを分けていくようなことをするのをインデントという機能を使ってやるんですけれども、これをするのにはですね、箇条書きをしてエンターを押した次の要素のところでタブを押します。タブを押すとインデントが一つクリアあったという状況になって、要素のレベルを1段階上げ下げするというイメージですね。戻すときにはシフトタブを押すと、シフトを押しながらタブすると逆のタブになるので戻ります。また上の記号で言うと、このインデントを増やすというのを押すと、どんどんこのインデントの階層を深くすることができまして、逆に左側を押すとインデントの階層を戻すことができます。このようにインデントと箇条書きを使うことによって、非常に情報コードをですね、クリアにというか整理をしていくことができます。同じことを図形を使ったりとか、なんか見た目で表現することもできるんですけれども、そういった凝った工夫をする前に、まず言いたいことをこんな感じで、言いたい挨拶は4つあって、それぞれいつ使うのか、英語でどうなのか、といったような情報の階層をですね、箇条書きを使ってインデントを使うとうまく表現することができるので、まずはこれだけ作っちゃって見た目は最後に変えるみたいな形で資料を作るとうまくいくケースが多いです。そういった表現方法としても、整理方法としても、箇条書きおよびインデントを使って情報の階層を変えるのは非常に有効になりますので、ぜひ覚えておいていただければなと思います。続きましてですね、ちょっとまたこれコピーしまして、コントロールを押しながら移動してコピーしまして、こんばんはの方を消して、こんな感じにするんですけれども、テキストの揃えですね、テキスト揃えを確認したいと思います。今このテキストは左側に揃ってます。この段落の下にあるアイコンで真ん中揃え、右揃え、あと横いっぱいと、横いっぱいに関しては、文章の段落がこのような感じでないといけないんですけれども、左、真ん中、右、横いっぱいと、このような段落の揃えというところをこちらで設定をすることができます。こっちは右にして、でこの段落揃えもですね、選んでいる要素でこんな感じで選んでいるところだけを変えることもできますし、段落全体をつかんで設定をするとこのようにまとめて真ん中とか左とか設定をしていくこともできます。で結構揃えというのはやっぱり綺麗に見える非常に重要なものになりますので、どっちかの揃えに統一して資料を作っていくと非常に綺麗なものになると。ちょっと後半でご紹介しますけれども、この一つ一つの要素の配置ですね、上揃えにしたりとか左揃えにしたりしながら、要素の中でもちゃんと揃えを意識して左に揃えていくのか、ある要素は真ん中に揃えていくのかみたいなことを意識すると綺麗な資料になりやすいです。で最後に段落のですね、行間ですね、行の間と書いて行間の設定に行きます。行間はですね、この行の間、上と下矢印がついているこの部分で設定をすることができまして、行間のオプションというのを使うことによって設定をすることができます。
で、特に使うのはこの下の間隔というところなんですけれども、まずこの左側、段落の前、後というのがあるんですけれども、これを設定すると、このように、箇条書きはわかりやすいんですが、箇条書きはこの一個一個は段落なんですね。この段落の間にどのぐらい開けるのかというのを、この段落の後、前で設定できます。後にすると一番最初のやつは影響を受けないと。前にすると一番最後のやつが影響を受けない。みたいな感じになるわけなんですけれども、後で設定していくと、30とか開けると、こんな感じで一個一個の段落の要素が非常に大きく開けることができるという設定になります。で、ちょっと近いんですが、この行間というのは段落関係なく、同じ段落であっても行が2つ以上になった場合にどれぐらい間を分けるのかという感覚の話でして、1が標準かなと思うんですが、この行間を倍数で 1.2 とかにしてあげると、この1つの段落の中でも行の間を十分に取って設定をすることができるというものになります。で、この段落の間と行間というのはうまく使い分けられていいかなと思っていまして、例えばよくある資料はですね、段落の間は空いてなくて、こっちの行間だけ結構広いみたいな資料ってよくあるんですね。右側のような感じです。これだと何が悪いかというと、これ3つ目の要素はこれで1個の塊なんですけど、こういうふうに行間が空いてるとどこが切れ目か分かりにくいですよね。そのようにするよりは、段落を分けてあげて行間はそこまで空けすぎない、このようにすると要素の切れ目がちゃんと分かって、一つのまとまりがちゃんとつながっていくので分かりやすいと。まあこういう感じで段落の間をどう分けるかって話と、行間をどれぐらい設定するかというところを、まあ、意識していくと、また綺麗な資料になりやすいというところで、この設定は段落のアイコンで設定しようとできます。ちなみに1とか 1.5 とかはですね、行間のことを指してまして、この部分ですね、この部分の倍数を1というのが標準とした場合に 1.5 倍、2倍というふうな感じで間隔設定できるわけなんですけど、これのショートカットはここにあります。段落の設定はこっちを押してこれ設定していくことになります。続いて検索と置換ですね。検索というのはスライドの中で文字を検索すること、置換というのはその文字を変えることですね。で、これ結構資料を作っていくと特定の文字が間違っていたと、で、その1文字だけ直せばそれで終わりだったらいいんですけれども、その文字がいろんなスライドにある可能性があるみたいな時に、検索機能を使って同じ文字を探していく。で、当然探すだけではなくて直していきたいので、それをどんどん変えていくみたいな時に、この置換と検索というのは非常に便利です。実際見ながら使ってみましょう。これでは検索機能ですね、まず使う場所はこの右上の編集というところになりまして、検索と押すとこのようにダイアログが出てきます。例えばこれワードの資料なんですけど、ワードと検索します。で、下にオプションがありまして、大文字小文字を区別するかどうか、チェックすると区別されます。チェックしなかったらしないと。完全に一致する単語だけを検索してチェックすると完全に一致と。チェックしない場合ちょっと緩やかになると。で、半角全角を区別するかしないか、まああんまりチェックつけなくてもいいかなと思うので、次をで検索しましょう。するとこんな感じで次へ次へとワードという文字を確認していくことができます。このような感じでワードを使っている部分がしっかりわかるということですね。で、続いて実はこのワードというのを、まあ、ワードといえば2に変えたいとあんまりないと思うんですけど、いうふうに思っていた場合に便利な置換です。置換としてワードを検索して、じゃあこのワードを何に変えたいのか、ワード2に変えたい、いや PPT しますか、パワーポイントの略ですね、に変えたとした場合は押して、置換と押していくとこんな感じでどんどん変えていくことができます。下のすべて置換を押すと、まとめて全部の資料のワードを PPT に変えることができると。ただ、これをするとですね、どこが直ってるか分かりづらいので、個人的には置換をする場合は一個一個見ていきながら、ちゃんとその問題ないところで変更されているかを確認した上で置換していくのをお勧めします。検索、置換。置換を押すと次に行くので、違ったら次、置換、次、置換と。こんな感じですね。間違ってしまったら、コントロール Z でこれ直すことができるので、まあ、最悪ミスってしまったらコントロール絶対戻ると。で、この検索と置換を覚えていると、例えば私のこの YouTube 動画なんかもそうなんですけれども、新しい資料を元の資料をコピーして作って、前のが残っちゃってると。そういうケースはよくあるんですね。そういう時に単語で前扱ってるサービス名で最後検索して、同じものが残ってないかをチェックする。こんな感じで使う時にも非常に便利な機能になります。続けて、スライド詳細の中で図形をどのように扱っていくかをご紹介します。図形の追加やアイコンの追加、
あとはこの図形の見た目を変えたり、図形の中にテキストを入れていくという操作ですね。まあ、さっきのテキストと同様に、図形を使って、まあ、図表として追加したりとか、見た目を整形したりとか、矢印で流れを作ったりとか、そういうケースは非常に多いので、ぜひ覚えていただきたいセクションになります。では、まずは図形の追加からですね。まあ、図形の追加、ホームボタンにあるんですけれども、図形を追加したり、コピーしたり、削除したりという方法をご紹介します。それでは図形を追加していきたいと思います。ホームタブの、まあ、右側にあるこの図形描画ですね。ここで、このテキストがあったところの部分に、もういくつか図形っぽいのがあると思うんですが、このプルダウンを押すと、かなりいろんな種類の図形が出てきまして、ここから選んで使っていくことができます。よく使うもの、例えば四角ボックスですね。四角ボックスに対して、後ほど触れますが、右クリックテキスト、見出し、みたいな感じで使うことはよくあります。で、黒にして、白抜きにして、枠線をなかったりすると、ちょっとかっこいい見出しになります。こんな感じですね。コントロールを押しながら移動するとコピーができます。右クリック、コントロール C、コントロール V でもコピーができます。コントロール C、コントロール V でもコピーができます。また、よく使う図形、丸ですね。よく使いますよね、丸。あとで装飾の話もしますが、まあ、丸を追加するものがあると。また、ちょっと別で、よく使うのは矢印ですね、矢印。矢印はですね、これちょっと実は面白い図形でして、図形同士をつなぐものになるので、どっからつなぐかこんな感じで、ちょっと薄いグレーでこう出てくるんですね。真ん中を押して、こっちの部分をつなぐと、この見出しの真ん中と丸の上がくっついたので、こっちを調整するとこんな感じで変更されるんですね。ちょっと面白い図形になります。ちなみに、これだけを切り取ってこうやってドラッグ&ドロップすると、つながりが外れまして、その後はついてこないという面白い機能になります。またよく使うのはですね、個人的に使うのは、まあ、この矢印をもっとこうより分かりやすくするためにこんな感じで、ブロック矢印ですね、を入れることもよくあります。あとはですね、吹き出しですね。吹き出しはこう四角だったり、角丸だったり、丸だったりするわけなんですけど、こんな感じで吹き出しを入れるということもよくあります。まあ、図形の種類本当いろいろあるので、まあ、見ながら自分が作りたい資料に合うものをどんどん選んでいければいいかなと思うんですけれども、まあ、このような感じで使っていきます。続いて、図形のコピーや削除ですね。コピーは Ctrl-C、Ctrl-V でもできますし、このテキストと同様に Ctrl を押しながら持ってくるということでコピーをすることもできます。削除は逆に、これを選んで Delete キーですね。DEL と書いてあると思うんですけども、この Delete キーを使ったり、まあ、右クリックで切り取りとして消すこともできます。な感じですね。まあ、デリートキーを覚えてもらうのがいいんじゃないかなと思います。デリートで消すと。続いて、図形の一つであるんですけれども、アイコンの追加方法をご紹介します。これ、アイコンはですね、結構いろんな資料をちょっと工夫するときに非常に便利でして、覚えておいてもらうと使いやすいので、ぜひご覧いただければと思います。アイコンはですね、この画面には出てなくて、ホームタブには出ておらず、挿入に行って、図形の右側、このアイコンを押します。すると、こんな感じで、まずアイコンのメニューが出てきます。まあ、上に分類があって、人物とかっていう風に、こんな感じで絞っていくこともできますし、この中で、例えばリモートとかですね、言葉で、ロボットですかね。ないですね、メガネとか。こんな感じで絞っていくこともできます。選んで、右下の挿入と押すと、このようにアイコンを出すことができます。で、これ、パワーポイントのアイコンはですね、非常にいいのは、これ、後から言いますけど、装飾をですね、非常に簡単に変えれるんですね。塗りを、色変えたりですとか、っていうのが、この、まあ、ある意味、図形の延長の形でアイコンがあるので、他のサイトからアイコンを持ってくると、まあ、いろんなアイコンのフリーサイトとかもあるんですけれども、色が固定されてて編集しづらかったりするんですが、このパワーポイントのアイコンは非常に後からいじりやすいということで、透明にしたりとか色ちょっと変えたりすることも非常に簡単にできますし、拡大縮小しても図形と同じデータなので汚くならないということで、このアイコン覚えておいて使っていただけると非常に便利だと思います。それでは図形の装飾ですね、まあ、塗りつぶしの色とか枠線、あとは背景を透明にしたりとか、あとは様々な効果で影をつけたり、こういった図形の見た目を変える方法をご紹介していきます。この方法を覚えると非常にこう綺麗な資料であったりとか、資料にインパクトをつけるのに便利になってくるので、ぜひ覚えてください。
それではまずはですね、色ですね、さっきもちょっと変える方法をやったんですけれども、図形をまず選んでホームのですね、この右側、図形描画と書いてあるんですが、図形描画のこの右上のところに図形の塗りつぶしというものがあります。ここで色を選ぶとこんな感じで変更していくことができます。で、パワーポイントの図形、テキストエリアも実はそうなんですけれども、には背景の色と枠線というものがありまして、これ別なんですね。今これ枠線の色が黒で塗りつぶしがグレーと、わかりやすく黄色にしましょうか、黄色ですとなっていまして、別にこれでもいいんですけど、結構枠線を変につけるとダサくなることが多いと。枠線を消すには枠線に行って枠線なし通すと、枠線が透明のような感じになってなくすことができるので、枠線を消して色だけつけると仕様としては少し洗練度が上がるケースが多いんじゃないかなと思っています。今回のちょっと動画ではあんまり色合いがどうとかですね、そういうのに触れる気はないんですけれども、色を使いすぎると基本的にダサくなると、分かりにくくなるというのは定番ではありまして、意味がない要素はなるべくグレーに統一して色を消しておくと、それだけでもマシな資料になることが非常に多いです。今これちょっと要素を整理してコピーして持ってきて、内容はぐちゃぐちゃですけれども、こんな感じで整理されているだけでも幾分変な色を使ってないだけでもだいぶ資料として見た目が悪くなりにくいという構造があります。さて、ちょっと話別でして、今色塗りの方法でやったんですけれども、これ要素を追加しまして、例えば黄色にした場合に色を普通に塗っちゃうと、当然というか上にこれ要素があるので下のものが隠れちゃうんですね。これ要素の順番の変更は後からご紹介するんですけれども、上を透明にして下の要素が見えるようにしたいというケースもよくあります。そういう際にはですね、この塗りつぶしというところではなくて右側の図形の組織設定ない場合は右クリックして下にある図形の組織設定というのを押してもらいまして、これそれでより詳細にですね、いろんな要素の塗り方を選ぶことができるんですけれども、この色の下にある透明度を設定するとこのような感じで背景を透かしてこの要素を透明にすることができます。じゃあ 100% だと完全に透明で消えてしまうので、色をつけて、なるべく80とかですね、このぐらいにしていくと綺麗に透明になるというような形で、背景の色を透かすことができます。結構透明を覚えると綺麗な資料を作りやすくなってですね、ちょっと例えばなんですけれども、背景に画像を例えば何か設定すると、背景を図でストック画像から適当に例えば選択すると、すると背景がこんな感じなわけなんですけど、でここにテキストエリアを追加しまして、絵の具の魅力とかってやると文字サイズを大きくします。でこれだけだと文字が見づらいですよね。非常に絵の具の魅力って文字が下の背景の色が強すぎて見づらいと。ここでよくやるのは背景を白く塗りますと、こんな感じ で白く塗った上でこうしちゃうと完全に要素が消えるんでダサいわけなんですけど、背景をここで50とかにするとこんな感じで透明なので下の絵を完全に消さないんだけれども、上で見せたい要素を下に白で抜いておくことによって文字を目指せることができると。ちょっと50じゃちょっと文字見づらいのとは20ぐらいにして、こんな感じで透かしてあげると綺麗な形で背景の画像を活かしながら文字もちゃんと映るようにすることができる。こんな感じで使うと非常に魅力的な資料を作りやすく、分かりやすい資料を作る武器になりますので、背景の透過ですね、意外と使われていないなと思うんですけれども、覚えておくと便利かなと思います。この例はねちょっといまいちでしたけれども、こんな感じで使うと非常に使いやすい機能に見えるんじゃないかなと思います。あとは要素に対してですね、いろんな効果をつけれます。これは図形と一緒なので効果を見ていきたいと思うんですけれども、影ですね、こんな感じで影を外側につけたり、内側にちょっと分かりづらいですけどつけたりとか、投影としてこんな感じで影つけたり、光彩で周りをこうぼかすような感じで光彩を設定したり、ぼかしたりですね、周りを面取りしたり、 3D でこんな感じで動かしたりみたいな、様々なスタイルが実は用意されておりまして、使うことができます。ただ正直ですね、個人的には、使っても正直ドロップシャドウをちょっとこう少しだけつけて立体感出す
ぐらいでして、あんまり効果をガリガリつけると基本的には使用じゃ見づらくなるかなと思うので、まあ、正直使うにしてもこの影とあとは光彩ですね、周りに色を出す。実はその私がよく作っている資料、例えばワードなんですけれども、ワードなんかでもこれ光彩効果を使っていまして、右クリックで図形の詳細を押して、この図形のオプションの文字のオプションのこの右側の詳細を出すことができるんですけど、光彩と見てもらうと、これ今光彩をですねなしにするとこんな感じなんですけれども、このワードの色と一緒の光彩をつけてちょっと大きくすることによって、まあ、文字が浮かび上がって光ってるような形で綺麗に出すことができるみたいな感じで光彩を使うことがありまして、まあ、ドロップシャドウと光彩ぐらいこの効果では覚えておいてもらえれば十分なんじゃないかなと思います。ここですね、ちょっと触れましたが、要素を選んで、右側のですね、要素を選んだ上で、この塗りの次のところに行くと、このいろんな光彩の設定状況をここで一覧で確認することができるので、なんか変なスタイルついてるなと思ったら、こっちを見てですね、なんかついてるものを確認して消すという形で対応することもできます。続けて、図形のテキストを追加ですね。1個目のセクションでテキストの話をしました。実は図形を作った後に、その図形の中にテキストを追加することができるんですね。テキストと図形をバラバラに使って載せることもできるんですけれども、図形にテキストを入れちゃった方が便利という話もありますので、これから実際画面操作をしながらご紹介していきたいと思います。テキストですね、これすでに追加されちゃってるんですが、まあ、四角いボックスがありますよと、四角いボックスを右クリックしてテキストの編集と押すと、今作られている図形上でテキストを入れることができます。で、この今やテキストというのは完全にこの図形と一体化してまして、移動しても当然一緒に入ってきますし、図形の中の一要素として存在しています。図形を選択すると同じように図形の中身にテキストを入力するものになっちゃうわけなんですけど、近い方法で別に見出しというのをつけて色を白に塗って持ってきておく、こういう方法でも一見同じように文字を図形に入れることができますよね。左は右クリックでこの図形にテキストを編集で入れています。右はテキストを上に乗っけてます。違いは何かというと、ご想像の通りなんですが、これ左は要素一体なので一緒に動かせるんですね。右の場合は要素別なので動かすと別々になってしまいまして、管理が面倒くさくなります。またサイズを変更するときにも、これ同じものなのでこの上の整理の設定に合わせて綺麗に変更できます。こっちは別のものなので関係なくこんな風になっちゃうんで、移動したらまたこっちも変更しなくちゃいけないということで、基本的には図形の中にテキストを入れたい場合、こういう見出しの背景であったりとかする場合には、なるべくテキストとこの背景の図形は一緒のものにして図形の中に入れていくことをお勧めします。ここでですね、よくあるのは、例えばこの矢印に入れようと思った場合に、矢印でこうなりますとした場合に、これ図形の中に文字を入れてるわけなんですが、図形のこれ横幅が狭いんですね。横幅が狭くて入力すると勝手に改行されてしまって、本当はこれ綺麗に横長にしたいんですけれども縦になっちゃってる、こういうことでうまくできないなと思って図形と文字をバラバラにしちゃってるケースがあるんじゃないかなと思いまして、こういう時の対策方法をご紹介します。これ右クリックで図形の詳細と押すと、この右側が出ます。もう一回右クリック図形の書籍と押すと右側が出ます。で、文字のオプションに行ってもらいまして、文字のオプションの一番右のオプションですね、ここでテキストボックスの改用の方法というのを設定することができるんですね。で、下図形内でテキストを折り返す、これが設定されちゃうと図形のサイズに合わせて勝手に折り返されちゃうんですが、このチェックを外すと、実は図形の中に入力していても図形のサイズと関係なく折り返しがないので、この状態で自分で改行してやるとテキストと矢印図形は一緒になりながら勝手に改行されたり折り返しがなく自分が好きなように編集することができると。この部分を知っておいてもらうと、まあ、このようなさっきのような形で文章が入りきらないので致し方なく別の要素で作っちゃったということもなくなって便利なんじゃないかなと思います。続いてスライド詳細で画像ですね。画像データもやっぱよく使いますよね。パワポでは画像の追加方法や画像を追加した後の編集や加工、図形をトリミング、まあ、トリミングってサイズを変えるみたいな感じですけれども、図形をかなり柔軟にトリミングをする方法、
あとは一度廃止した画像を別の画像に切り替えるみたいな方法をご紹介したいと思います。それではまずは画像の追加ですね。画像を追加したり削除したりする方法をやってみたいと思います。それでは画像の追加ですね。画像は上のリボンの挿入をして、左側にある画像ですね。で、3つ選択がありまして、このデバイスがパソコン上にある画像を選ぶ、ストック画像はオンラインで使える無料のストックされた画像の中を選ぶことができる、で最後オンライン画像は検索して探すことができると。結構ストック画像は便利でして、基本的に使っていいものが出てくるので、なんかちょっと入れたい挿絵みたいなものがあった場合に、ここから選んでこんな感じで挿入をするという感じで使うことも結構便利でよくやります。で、画像、一番多いのは自分で持っている画像を入れることでして、画像を追加してこんな感じで置いていくと。で、画像を追加した後ですね、こんな感じで移動したり丸を押しながらサイズを変えることによってサイズを変更することももちろんできます。削除はですね、選んでデリートキー、基本的に要素を消すのはデリートキーですね。デリートキーという感じで配置をすることができます。ちょっと資料っぽくちょっと変えようかなと思いまして、ちょっとお待ちを、こっちに置いて、こっちに置いて、ちょっと内容はねすごい適当なんですけれども、なんかこんな感じになってるとちょっと資料っぽいですよね。このような感じで画像を追加したり削除することができます。私は画像もですね、コントロール C、コントロール V でコピーしたり、コントロールを押しながら持っていくことで複製をすることも簡単にできますので、画像をこんな感じで使い回していくということもよくあります。続けて、追加した画像に対して結構柔軟にパワポでは編集や加工をすることができます。このいろんな編集加工のパターンとして、トリミングや枠線をつけたり、アート効果と呼ばれるいろいろなモザイクにしたりとかですね、さまざまなパターンがあったり、このアート効果をスタイルとしてよく使うパターンがあったりするので、このあたりをまとめてご紹介したいと思います。それではまずはですね、トリミングからですね、右クリックして画像をクリックすると、上か下にですね、このトリミングというアイコンが出ると思うんですけども、このトリミングを使うことによって画像を普通にこれ操作するとサイズが変わっちゃうんですね。で、縦を短くしようとすると潰れちゃうわけなんですけど、トリミングをすると切り取ることができまして、いるところだけこんな感じでカットして、要は縮尺を変えるんではなくて画像の一部だけ切り出すみたいなことができるのがトリミングになります。で、これ次の章でより柔軟な形でトリミングをする方法もご紹介するんですけれども、結構トリミング使うケースあるので、まずは覚えておいてください。こっちのイラストの方でもですね、トリミングでいるところだけをこんな感じで用意する、で違う画像っぽく使うみたいなこともできます。で、続いて枠線ですね。画像を選択した上で図の形式に行ってもらいまして、図の枠線と書いてあるところ、ここでこの図に対して枠線をつけることができます。赤とか黒とかですね、色を変えることもできますし、太さを選んで太くすることもできます。画像に枠をつけることは結構デザイン上ですね、スライド作るときにあるかなと思うので、これ覚えておいてもらうといいんじゃないかなと思います。僕は薄いグレーでつけるケースが多いですね。こんな感じで枠線がつけられます。続いて、同じくその図の形式というところで、写真を選択して図の形式に行った上で、この辺でいろんなですね、色合いを変えてみたりとか、色合いとか明るさとかですね、コントラストを変えたり、色の色相をちょっと変えてみたり、アート効果としてモザイクっぽくしてみたり、結構ですね、本来であれば写真の編集ソフトを使わなくちゃいけないようなさまざまな加工が結構柔軟にこのパワーポイント用意されているので、このあたりで色変えてみたり、僕よく使うのはちなみに色をですね、色割りからグレースケールに変えて色なしにするのをよくパワーポでは使うんですけれども、こんな感じで知っておくといろんなパターンが編集できますので便利なんじゃないかなと思います。で、このアート効果に近いんですけれども、スタイルというところを見てもらうと、こんな感じでいろんなですね、写真を切り抜いたりとか背景をつけたりとかですね、こういうさまざまなパターンをよく使うものとして定義したものがありまして、この楕円でぼかしなんかをたまに使うんですけれども、ここも知っておいてもらうと自分ですごく複雑な加工をしなくてもちょっと綺麗なこういった写真パターンを簡単にスライドに入れることができます。で、さらにですね、ちょっとこれ画像をコピーしまして、
背景をですね、さっき等価というのを図形の方ではやったんですけれども、写真にも等価を設定できまして、この透明度と書いてあるところで、こんなふうにこう段階を選んでですね、透明設定をすることもできますし、この選択して右側の図の組織設定の写真、透明度、まあ、これこんな感じでパーセンテージを選ぶわけなんですが、こんな感じでやると、写真も透過にすることができるので、透明になっているような感じで、要素と一緒にあっても、要素を消すことなく、写真データを使うこともできると。このような感じの様々な編集をパワポだけですることができます。続けて、ちょっと高度な方法というか、知っておくと便利というところで、まず切り抜きの方法ですね。さっきトリミングをご紹介したんですけど、もっとよりトリッキーなトリミングで、この下にあるように丸で切り抜いたり、全然違う図形で切り抜くという方法があります。ご紹介できればと思います。さらに続けて、その作った画像のエリアですね。特にこう切り抜いたりした場合に、置いた画像の同じサイズで画像の中身だけ差し替えるという方法もあったりするので、これはパワポを変更していって、スライドを作っていくときに便利なので、この2つの方法をご紹介したいと思います。これではスライドをですね、コントロール D でコピーして、ちょっと中身変えていこうと思うわけなんですけれども、適当な画像をストック画像から選びまして、ではこれでいいかな。でも、これのトリミングですね。ちょっと面白いトリミングとして、図形の組織のところで写真を選びまして、右にあるトリミング。で、トリミングではなくて、この下の矢印を押すと、図形に合わせてトリミングっていうのがあるんですね。ここで選ぶと、実は、この図形の形で写真を切り抜くことができると。例えば、わかりやすく面白そうなのは、三角形とかですかね。とかってやると、こんな感じで図形でトリミングすることができると。違う図形にして、すっごいトリッキーですけど、バッテンマークとかっていう形でトリミングをすると、まあ、普段ではなかなか切り抜けないような形を、まあ、要は図形の形で切り抜く、なんかパンのくり抜きみたいな感じで切り抜きをすることができます。こんな感じですかね。で、続きましてコピーして、まあ、同じ形でこの写真じゃなくて別の写真にしたいみたいなケースってありますよね。そういう際に、これ図形選んだ上で、左側の図の変更を通して、まあ、自分の写真はこのデバイス。ストック画像の場合はストック画像からと選んでもらって挿入すると、この書式であったりとか切り抜きを引き継いだ上で、写真のまあ要は元写真だけを切り替えることができる。まあ、この2つを覚えておいてもらうと、別の写真を持ってきて同じ加工をして配置をし直してもいいんですけど、結構同じようなスライドを中身を差し替えていきたいときには不便なので、図の変更機能を使って中身だけ差し替えていくということを覚えておくと、まあ、あまり変えずに変更することができると。今ちょっと、ね、背景透明度変わっちゃったんで、透明再設定する必要があるわけなんですが、このような感じでやってもらうと非常に便利にスライドを作っていけるかなと思います。続けて、ここまでテキスト、図形、画像と、まあ、いろんな要素の細かいところを紹介してきたわけなんですけれども、今度はこういった一つ一つの構成要素に関してどのように整理をしていくといいのかというところで、グループ化であったり、要素の整列であったり、あとは要素の重なりですね、というところを説明したいと思います。これを知っとかないと、いろんな要素を追加したときに、なんか本当はこれ、あるテキストを上に載せたいのに、下に来ちゃっているとか、まとめて動かしにくかったりとか、整理整頓がしづらく、ぐちゃぐちゃなスライドになってしまう、ということがあるかなと思うので、ぜひ覚えていただければと思います。では、まず早速ですね、グループ化という概念について説明します。グループ化は、これは左側に3つ要素があった場合に、それぞれバラバラにあるわけなんですけれども、グループ化機能を使うと、これを右側のようにですね、この点線に囲まれた3つを1つのグループとして移動するときにも、拡大縮小するときにも、同じ形でまとめてすることができるという機能になります。実際やってみたいと思います。それではグループ化ですね。まあ、今ですね、これ、それぞれ別々の要素になっているので、こんな感じで、それぞれ別々に動いてしまうと。この見出しの方はちょっとやめて、こっちに変えますけれども。でですね、例えば、この要素をまとめてグループ化したい場合、まず、ドラッグ&ドロップでまとめて重なる、もしくは一個一個をですね、選択したいんですけど、一つ選択すると他のが選択なくなっちゃうので、シフトを押しながら選択します。すると、まとめて選択できます。この状況で、右クリック、グループ化、グループ化、と押すと、
これまで一つ一つバラバラにしか選択できなかったものが、一回選択すると全部まとめて選択され、移動しても拡大縮小してもこのように一緒に動けることができると。このようにグループ化をしておくと、まとめて移動したり変更する際に非常に便利になりまして、バランスを崩すことなくレイアウトを変えたりとか、まとめて移動したりすることができます。右側もグループ化しましょう。右クリック、グループ化、グループ化と。ちなみにコントロール G がグループ化のショートカットでして、選んでコントロール G としてもグループ化することができます。でさらにですね、これ2つグループ化してるわけなんですけど、グループ化したものをさらにグループ化することもできまして、全部グループになると、まあ、これだけ仲間勢ですけどね。さらにクリックしてグループ化して、まとめてグループ化するということもできます。さて、グループ化した後に移動してバラバラにしたいというときはどうするかというと、右クリックでグループ化の解除をしていきます。するとですね、これ今もともと全部グループ化した後に追加でやったので、グループ化ってこう段階になってるんですね。1段階解除されました。でも2段階目はまだグループ化されたままです。解除すると左と右に分かれました。さらに左側で解除をすると、左は全部バラバラになったと。こんな感じでグループ化を段階的にすることによって、きれいに資料をまとめてぐちゃぐちゃにしないことができるという機能になります。続けて整列機能になります。テキストの方でテキストの並びですねを中揃えとか右揃えとかにするという話をしましたけれども、今回は要素同士の整列関係をどうするのかというところで、上揃えで全部整理したり、間を空ける間の間隔を揃えたりというような整理の整列の方法をご紹介したいと思います。これも非常に便利でして、これを覚えておくとすごく綺麗な資料を作りやすくなるので、ぜひ覚えていただけると幸いです。それでは整列が分かりやすいように5つのボックスを使って説明したいと思います。これ綺麗に並べようと思うと、手動でやる場合ではこんな感じで、実は最近はこの間隔が同じだよっていうのを、この下の今矢印が2つ出てると思うんですが、こんな感じで教えてくれるので、幾分マシになってはいるんですけど、とはいえめんどくさいというような、このバラバラの状況でどうやって整理していくのかなんですけれども、全部選択した上で整理整頓の方法をご紹介します。図形の組織に行きまして、この配置と書いてあるところで、ここでですね、揃え方を整理することができます。まず左揃え右揃えというのは横ですね。で、縦が上揃え下揃えで、まず上揃えにしましょう。すると今完全に上で要素が揃いました。ただこのままだと当然要素の間はバラバラですよね。なぜなら上の縦だけを揃えただけで、要素間の選定はしないです。続いて配置に行って左右に整列すると、今度は要素の間隔を等価に揃えてくれるんですね。これによってさっき手動でやるとめんどくさかったものが、全部まとめて選択して図形の組織で配置を上揃えにして中央揃えにするというだけで、綺麗に整理整頓ができると。ちょっと別軸で、まあ、左側に整理して縦を整理するってパターンもあると思うんですけど、4つ選択して配置左揃えで縦に整列する。すると綺麗に縦の間隔が揃いました。このような感じで整列と、あと中のこの要素の間隔揃えというのを図形の描画のこの配置機能でやっていただけると、すごく綺麗に要素を整理することができるので、これもぜひ覚えておいていただければと思います。最後に重なりですね。これは機能というか概念という感じになるんですけれども、 PowerPoint の場合要素を新しく作るとどんどんその要素の上にこう乗ってくるんですね。ちょっと難しい言葉ではレイヤーとかっていうふうに言われるんですけれども、例えばこれ左側の図だと薄い白っぽい丸、その上にグレーがあって、一番上に濃いグレーがあると。なのでこの濃いグレーを移動すると当然全部消えちゃうと、まあ、こんな感じの関係に重なってるわけですね。でこの重なりというのは実は柔軟に変えることができまして、右側は今度は一番薄い白を一番手前に、レイヤーを一番上に持ってきているので、どれにも邪魔されずに上に乗せることができる。このような設定をどうやってやるのかというのをご紹介したいと思います。先ほどの例ですね、3つボックスを残しておりまして、でこの3つのボックスで青が一番下に今レイヤーいます。一番下の階層にいて、上にオレンジグレーとなると、この青を上に持ってきたい場合はどうするのか。右クリックでここに最前面移動、最背面移動と書いてあるところがあるんですね。これが先ほど言った要素の順番を変えるものになりまして、最前面と押すと全ての要素に対して一番上に行きます。じゃあこのオレンジをやっぱり上に置きたいんですよね。
ットはどうするか、オレンジをクリックして最前面に持ってくると。そうするとオレンジが一番上に来るので優先度が変わると。今一番下にはグレーですね。で続いてこれ一個一個やると大変なので、例えばこの2つの順番は一緒にしたまま一番下に持ってきたい、どうするか、右クリック2つ揃ったまま、2つシフトで選択したまま右クリック再配面移動すると、2つの重なり具合は変わらないまま他の要素に対して再配面に行くことができるので一番下に入ると。まあ、このような感じで要素には全部目に見えない順番があって、順番通りに重なるようになっていると。一番上に置きたいものが載ってない場合は右クリックで最前面に移動すると一番上の要素になるので、他のものがあっても被らずに上に乗ることができるよ、というような仕組みになっております。続いてスライドマスター機能をご紹介します。スライドマスター機能は正直個人的にはあんまり使わなくてもいいと思ってるんですが、人の資料を直したりいじるときに知らないと、なんでこの要素いじれないんだろうとよくわからんという感じになりがちなので、まあ、自分が使うというよりも人のものをいじるというところで知っておいてほしいことを最低限お伝えできればなと思っています。でまずスライドマスターとは何かというと、スライドの型のことですね。でこのスライドの型があって、具体的なスライドを1枚1枚作っていくという感じにパワーポイントはなっていまして、型なので型を変更するとその型から作られた全てのスライドをまとめて変更することができると。まあ機能としては非常に便利なんですね。ただやっぱ作っていくとちょっと変えたいとかで型を崩さなきゃいけないケース、崩したいケースもありまして、全部型通りにやらないケースが多いので、実際には完全にスライドマスターをちゃんと使っている人はおそらく少なく、実際作っているスライド上でかなりカスタマイズしたり、その作ったスライドをコピーして使っちゃってるケースが多いんじゃないかなというのが、まあ自分自身もちょっとそうですし、他の方のスライドを見ても個人的に思うところではあります。ただスライドマスターに行かないと編集できない要素があるんですね。例えばフッターとかロゴだったりとか、こういうものってスライドマスターに入っていることが多くて、この機能を知らないといじることができないので、そこに関してご紹介したいと思います。まあ、このスライドマスターをいじるためには表示に行って、その中にあるスライドマスターというのを押すとスライドマスター編集モードになるんですね。これをどんな風に使うかであったりとか、簡単にやり方ご紹介できればなと思います。それではスライドマスターですね、上の表示タブを押しまして、真ん中の方にあるこのスライドマスターと押すとスライドマスター表示モードになります。ちょっとこう左側にね出てくるものがだいぶガラッと変わりまして、この左上スライドマスターになっているのが要注意です。でスライドマスターには本当のスライドマスターというですね、このマスターレイアウトと一個一個の細かいレイアウトというのが2つありまして、スライドマスターが全ての元で、この下に一個一個また細かいレイアウトパターンがあるという感じになっています。でこの一つ一つの細かいレイアウトパターンというのが、さっきこのスライドを追加するときにご紹介したこのレイアウトで選べるものになってるんですね。今でいうこの11個の部分がスライドマスターの方のこの下にある11個のスライドになっていて、これとは別により一番最上位のスーパーマスターみたいなものが存在しているというものになります。でよくあるパターンでいうと、このスライドマスターの下のところにコピーライトが入ってるんですね。コピーライトみたいな感じで、まあ、ここにこんな感じで文章が入ってたりすることがよくありまして、このフッターのところとかですかね、こんな感じで。でこれどうなるかというと、スライドマスターを閉じますが、スライドマスターを閉じるとこんな感じで入っていたりすると、するとこんな感じで全ページにこのコピーライトというのが入るわけですね。今さっきいじったのはスライドマスターのこのいろんなものがある中でも一番元になっている部分なので、これ全ページにこれが反映されているわけなんですけれども、このスライドマスターの部分にあるものは下のこのページはもういじれないんですね。スライドマスターの中にある要素なんで、こっちでいくら編集しようと思っても選択ができないと。で、この部分に例えば2020年とか年次が入っちゃったりしてる場合に、スライドマスターという機能を知らないと直すことができないので、このスライドを変更している中で、あ、ちょっとなんかいじれない要素があって変えなくちゃいけないんだよね、というのがあった際にはスライドマスターに行き、
この一番大元のマスターに入っていることがあるか、もしくはこの一つ一つのレイアウトの中に別の要素として入っているケースがあるか、まあ、いずれかでその要素が入っていると思うので、そっちを修正したりなくしたりして対応していくということができると、スライドを作っていくときに、あ、これどうしたらいいか分かんないなというケースが減るんじゃないかなと思っています。続いてプレゼンモードですね。パワポで作った資料は、特にオンライン時代、このリモート時代だと、オンライン会議で共有したりしてプレゼンテーションに使っていくというケースは非常に多いんじゃないかなと思います。まあ、その際にプレゼンで要はいらないリボンとかをなくして資料だけを出すモードであったり、発泡者ツールノートなんかを使って、まあ、自分用のカンペを使いながらプレゼンテーションをする、あとはポインターとか拡大をしてより資料をもっと使いやすくするみたいな方法に関してご紹介したいと思います。で、まずプレゼンモードですが、スライドショーというタブがありまして、このスライドショータブを使う、もしくはステータスバーの下にあるこの真ん中のプロジェクターっぽい、プロジェクターが立脚しているようなアイコンを押すとプレゼンモードに入ることができます。実際にやってみましょう。それではプレゼンモードに入りたいと思います。スライドショーに行きまして、このスライドショー、最初からと現在のスライドがありますが、最初からを押しますとこんな感じでスライドショーモードがスタートしました。今私2画面になっていて、左側の画面が映っているので、発表者ツールというですね、プレゼンテーションで使う側ではなく、カンペを表示する中用のモードに私の方はなっているんですけれども、これで切り替えていくことができます。発表者ツールを使用するを消してスライドショーにすると、これもう一個の別のモニターの方で今スライドショーが出てしまっているんですけれども、スライドショーを発表するなしで使うこともできます。で、複数画面使っている方の場合、今これモニターというのが自動という感じになっているので、自動でどのモニターをプレゼンモードにするかということが選ばれているわけなんですけれども、この部分をですね、切り替えたいところを選んで、このような感じで自分が選びたいモニターを選んでプレゼンテーションモードをスタートすることができます。こんな感じですね。で、この発表者ツールを使用するというのをチェックするとどうなるかというと、またこれでメインのモニター、発表者ツールが出るモニターというのを切り替えることができるわけなんですけど、自分の手元には今左にあるように、次のスライドが何かとか、ノートが何かとかっていうことを出したもの。で、相手にはこれではなくて別の資料だけが映っているプレゼンテーションのモードを出すことができるという感じで、まあ、この発表者ツールを使うとカンペを見ながらプレゼンできたり、次のスライドがわかるので安心してやることができるというモードになります。ちなみに Zoom なんかで使うときにはですね、これ普通にプレゼンテーションモードを使ってしまうと全画面表示になってしまって、プロジェクターにつないで対面でパソコンを持っていくときには、ノートパソコンの自分の手元が発表者ツールで、出ている画面がプレゼンモードっていう感じになるので全然問題ないんですけど、 Zoom とかでやってる場合は全画面で資料が始まるとちょっと鬱陶しいんですね。そんな時の対応としてですね、このスライドショーの設定というのを押してもらって、出席者として閲覧するという種類を設定してもらって、このスライドショーモードをやると、なんとこんな感じですね、ウィンドウでスライドショーモードを出すことができます。当然ウィンドウなので別のウィンドウを出すこともできます。この状態でズーム開いていて、プレゼンテーションを行って、ズームではこの部分のウィンドウだけを画面表示するということをすると、他のいらない要素は消した上で、かつウィンドウモードなので別の資料を見たりとか、テキストのカンペを見ながら自分はプレゼンができて、見てる人はこの今出しているプレゼンテーションのウィンドウだけを見ることができたりするので、このスライドショーのスライドショー設定のウィンドウ表示というのを覚えておいてもらうと、 Zoom で使うときには非常に便利です。またプレゼンテーション中にポインターを使ったり拡大をすることによって、より資料を見やすくするというプレゼン途中の操作方法に関してもご紹介します。それではスライドが出ておりまして、スライドをスタートします。で、この状況でですね、右クリックをして、まずポインターオプションというのに行くと、このような感じでレーザーポインターを出して、今どこの説明をしているのかというところを、まあ、マウスでポインターの代わりをすることができます。まあ、これちょっと便利ですね、プレゼンで使うときには。で、もう一個ですね、画面表示拡大というのが右クリックで出てきまして、そうするとこんな感じでエリアを選べるんですけれども、これをすると、まあ、スライドをさらに2倍にズームした形でマウスでドラッグアンドドロップして
より細かく画像を出すことができると。これを使うことによって、まあ、全体としては大きな資料があるんですけど、ちょっと具体的に拡大しますねと言って、まあ、ちっちゃく配置しているキャプチャーであったりとか、要素にフォーカスをして、こんな感じで説明していくことができるので、資料としては1枚なんですけど、より具体的に特定の箇所にフォーカスをして話せるというところで、プレゼンテーションを分かりやすくすることができます。ぜひ覚えておいてください。ということで、非常に長編になったと思いますが、いかがでしたでしょうか？ PowerPoint の初心者だけの使い方。ぜひ分からないことがあったり、コメントがあったら YouTube のコメント欄までいただけると非常にありがたいです。質問なんかも大歓迎です。このチャンネル、リモートワーク研究所では、リモート時代に欠かせないツールやその具体的なノウハウをなるべく分かりやすく実践的にお伝えできればと思って、いろいろとご紹介しております。例えば最近ですと、PowerPoint に近いツール、Google スライドをどう使うのか、Google のスプレッドシートをどう使うのか、みたいな基本的なコンテンツもありますし、ちょっと別で Gmail でメールをより効率的にさばくにはどうしたらいいのかであったり、デザイン初心者でもかっこいい画像やチラシ、簡単に作れるツールのご紹介みたいな形で100本近くいろんなものをご紹介しているので、ぜひどんなものがあるか見ていただいて、関心がありそうだなと思ったらぜひご視聴ください。またチャンネルではどんどんそういった動画をアップしていくので、もし勉強になりそうだなというふうに思いましたら、チャンネル登録いただいて一緒に勉強していければなというふうに思っております。それではまたお会いしましょう。リモートワーク研究所では、リモート時代に活躍して稼ぐためのツールの使い方やノウハウをどんどんご紹介していきます。ぜひチャンネル登録していただいて、私と一緒に学んでいきましょう。